皆の者、鍋の用意を急ぐのじゃ。え、猿鍋？ついてけばいいんかな。かわいい。デクナッツのところってどこだ？ねえ、見失いそう。え？いないんだけど。いなくなったんだけど。まあ、とりあえずあっちに帰ろう。え？葉っぱがない。待って、これさ、え、普通に泳ぎよんやけど。さっきのあれ？デクナッツの姿やったけん、なんかぴょんぴょん跳ねていきよったってこと？じゃああれやないん。最初から人間の姿やったら普通に泳げたんじゃない？んで？ここに、そのさっきの、小竹ばあさんやっけ？がおるわけやね。帰ってきた？怖っ。おお、さっきはありがとよ。あんたなら今回特別にボートクルーズのタラに乗せてあげるよ。そうそう、今キャンペーン中だからこれ、こいつもつけてやるよ。写し絵の箱を手に入れた。 C で使って A で写す。写真やカメラ、カメラ撮っておけるのは1枚だけど何度でも撮り直せるみたい。ほう、ボートからいい写し絵撮れたらそこの親父に持っていきな。それじゃあ始めるよ。待ってよ、セットさせて。本日はボートクルーズにようこそ。写し絵の箱は C にセットして使えます。沼の景色を心ゆくまでお楽しみください。ちょっと待って、セットさせてね。え、セットできんくない？ああ、これでできるんか。はい、オッケーオッケー。おお、こういう感じね。ああ、これもあれなんや、逆転しとんや。どういう景色がいいんやろ。ああ、 A で撮るんやっけ、忘れとった。全然 C ボタン押しよった。え、なんか滝とか遠くから映すの良さげやけど、これは？ちょっと待って、下手くそか。え、しかも何これ、崖？残しません。次の日の夜、あと36時間。何何何何、なんか死んだよ。え、どういうこと？え、これさっきのやつが守りよったところってこと？もしかして、あ、この景色いいんじゃない？ちょっと待って、デクナッツの城前でございます。なんかどっか着いたんやけど。毒の沼が広がっていますので足元にご注意ください。降りますか？うん、じゃあとりあえず、うわ、うなされそう。なんかフクロウのやつ、え、あのフクロウって喋れるやつじゃない？多分そうよね。よくわからんけど、この滝でも映しとこや。どう？ねえ、なんでこんな白黒なん？あ、白黒が普通な感じ？これ。全然わからんねえけど。デクナッツの城前。あ、さっきのやつもしかして。あ、城に閉じ込められてるかなんかって言ったね。滝の上、ウッドフォールの神殿。近道はデクナッツ城から。あ、道案内してくれるの？デクナッツたちがいる。これ私デクナッツの姿になった方がいいってことかな。デクナッツの城。猿いなくなったな。え、入ってったのに。とっ捕まったか。ウッドフォール近道、デクナッツのみ使用か。まあデクナッツになりますか。んで、あ、てかこの辺あれじゃない？さっきのお城よりさ、お城よりじゃない、滝よりさ、お城の方が良くない？なんかまあどうせ白黒になるんやろうけど、なんかこの辺の景色いいんじゃない？どうかな、デクナッツ入れた方がいいんかな。どう？こんな感じでどう？まあいいや、一応ね。あ、待って、あ、沈んだ沈んだ。どうも、
ん、喋らせて。喋ってくれないの。ここはデクナッツ王国のお城だっぴ。用のないやつは通さないっぴ。でも今は特別に国王の怒りを買ったバカな猿を晒し者にしてるから見ていってもいいっぴ。怖。ここをまっすぐ行くと国王の間だっぴ。それ以外のところには絶対に入るんじゃないっぴ。はい。そういう感じで通してくれるのね。この先城の中には、その他のとこには入るなって言われた気がしたけど、やった、ルピーいっぱい。あ、これもしかして見つかったら殺される感じですか。恐ろしい。めっちゃちょこちょこ動きよるな。こう上とか上がれんのか。とりあえず出ますかね。ルピー拾ったし。こっちは、この先城の中庭。中庭どんだけあるんや。わーい、ルピー。白い点々点々点ってやつ、もしかしてあれ、その範囲に入ったら見つかるってことかな。この先国王の間。よし、国王の間だけ入ってもいいってのもなんかあれやな。いや、びっくりした、燃えてる。ここに入ったら私燃えるかな。怖。何踊ってんの。写真撮ろうっと。よっ。あ、めっちゃいいよそれ。あー、ちょっと、ちょっともうちょい下やったかな。違う、もうちょっと上。待って、へい、こっち向いて、こっち。お、お、いいんじゃない。めっちゃ景色じゃないけど。全然景色じゃないけど。え、でもいい感じじゃない。イエーイ。俺は見たっぴ。あの猿と姫様が夜中に神殿に入っていくところを。でも出てきたのは猿だけだったっぴ。姫様？デクナッツたちのってこと？小さかった姫様が最近やっとデクラッパーを吹けるようになって、国王様は大喜びしていたところだったのに。なるほど、猿にデクナッツのお姫様がどこかに連れ去られたってこと？神殿の中に。噂じゃ猿が姫様を食ってしまったらしい。恐ろしいことだっぴ。猿、人間、人間じゃないね、デクナッツか。だったら食べれるかもしれん、知らんけど。あの猿は沼に沈んだ神殿に入れるのは代々王家のものだけだとしてて利用したんだっぴ。ほう、あ、なんか羊っぽい感じの。デクナッツが。最愛の姫様が行方不明になられて、国王様は冷静な判断力を失われております。私はあの猿が言っているように、姫様は何かのトラブルに巻き込まれたのではないかと。しかし国王様があの状態では姫様を探しに兵を出すこともできません。お、この羊さんは結構冷静に判断しよる感じっぽいね。一体どうしたら。国王踊りよんかと思った。怒り狂いよったんやね。この辺では見かけない顔じゃ。旅のものか。旅のデクナッツっておるんかな。本来ならお前のようなものが国王の間に入ることは許されんのじゃが、今日は特別じゃ。これから我がデク国の姫を誘拐したバカ猿をお仕置きするところじゃ。王室の者にふざけたことをした奴がどうなるか、目にもの見せてやる。バカ猿は檻の中にいるから、よく顔を見ていくとよい。檻の中。どこ檻。これ檻って。よいしょ。あ、いたいた。オイラを捕まえたって、姫は戻ってこないって。何度言ったらわかるんだよ。ぼやぼやしてたら姫は化け物の餌食になっちゃうよ。オイラの話信じてくれよ。どういうことなんだ。化け物の餌食になっちゃう。うん、どこに行けばいいんだろうか。神殿ってどこだ。国王様、お願いですからお気をお勧めください。どうしようもないね。なんだその体勢。どうすればいいんだろうな。あ、猿の顔見たよ。皆の者、鍋の用意を急ぐのじゃ。え、猿鍋。猿鍋ってこと。これはなんだ、どうすればいいんだ。
あ、何？兄弟元気にしていたか？元気ではな、体力的には元気かもしれんけど、あの、精神的には元気じゃないと思うよ。お前、檻の中に入り口あるの見た？オイラあそこに行ける秘密のルート知ってる。檻の中に入り口？知らない、全然見てない。そんなの猿しか見てない。秘密のルート、城の裏庭の入り口から入れる。城の裏庭の入り口？でも入り口高いところにあって普通じゃ入れない。だからこの城の中庭の地下に住んでいる豆屋の豆持っていけ。城の中庭の地下？え、あのなんか見張りがいっぱいうろうろしよるとこ？結局行くんや。何が言いたいか分かった？とりあえず城の中庭の地下にある豆屋の豆を持っていく。なんとなく頭いいなお前。豆は城の裏庭の地面の柔らかいところに植える。ほう、あとはお前次第。早く兄弟助けて。城の中庭消え去ってったな。どっち？城の中庭2箇所あるんやけど。城の中庭の地下、あの穴に入れってこと？そういうことか。ちょっと頑張っていきますかね。怖いんですけど。え、待って、怖い、めっちゃ怖い。ちょ待ってね。あ、でもこれなんか普通に行けそうじゃね。え、ここかな、あっちか。ねえ、待って、マジか。キモい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 。いやー、私こいつらマジ嫌い。痛いって。いや、私マジこいつら嫌いなんやって。ただでさえクモ嫌いやのに。マジで嫌なんですけど。でもさ、たまになんかあのハートのかけらみたいな持っとるやつおることない？どうやって行けばいいん？あ、なに？なんか召された。あれで出てこれるんやね。さっきの場所は、ここはどこ？ここは一体どこなんだ？わからねえんだが、ここはどこですか？ここの上普通に通れるんや。どこに行けばいいんやろ。くせ者だっぴ。キャー、追い出された。そう、通してくれ。あれほど国王の間以外のところに入るなって言ったっぴ。特別に見せてやるからちゃんと言うことを聞くっぴ。ここをまっすぐ行くと国王の間だっぴ。それ以外のところには絶対に入るんじゃないっぴ。一回他のところに入ったやつを普通に通してくれるっていう、すげえガバガバだな警備。大丈夫なのかそれ。でも上の方とかにさ、デクバナがあるけん、あの辺とかやっぱ登っていかんといかん感じなんかな。危ないかこれ。まあ大丈夫そう。で、こっちはどこなんだろうか。地下ってどこだよ。どこなんだよ。あ、やべえ、こっち来る。怖い怖い怖い。どこなんだマジで。こっちの方はあれだな、行けるところがないな。こっち振り向くかな。向こう行った。ってことはこっちではないんか。なるほど。やっぱこの穴入らんといかんのかな。やだー、マジでやだー。でもあれか、この穴入ったところで、あ、でも違うところから出てくるんか。ってことはやっぱかな。やだわ。なんかね、別の場所から。痛い。なんだよ、おめえらマジで。痛いって。
待って、助けて助けて。いえ、体力。ひえ、で、この上すぐにおったよね。なんか、痛い痛い痛い。あと一回攻撃を受けたら終了なんですが、私。回復がしたい。あっち側あったっけ？なんか、別になかったような気がするんだね。ってことは、こっちか？ちょ、通れない。あんなところに！ね、ハートがあるよ、ハートが。ハートというか、ハートのかけらというか。あそこにも穴あるな。とりあえず、一旦、あのかけら取りたい。でもむずくない？なんか。危険だ。くそ。こっち向きに振り向くんか。ちょ待って、先にさ、なんかあの回復したいんですけど。うわ、できなさそうだな。待って、ここ何の近道って書いとった？ウッドフォール近道でくなつのみしようか。ちげえな。ちげえな。おい、待って、左側の方入ってみよう。ちょ、通して通して。ねえ、通して通して。めっちゃ怒られる。じゃ次こっち行かしてよ。こっち、ここは一体どこなんだ。あそこに穴があるね。ちょっとあそこ目指して行ってみようか。そこを通していただきたいです。え、待って、これ危ないな、普通に。普通に危ないな。ひー、あ、この葉っぱでいい感じで目隠しになっとんや。そこ通りたい。これさっきのとこやんね。え、待って、ここさっきんとこやんね。こっから出てきてこう入ってったんじゃなかった？私、ほらさっきんとこやって。これほらほら、じゃあやっぱあそこの穴を目指していかんといかんのか。危険だな。いやマジでさ、うえ、超危険なんですけど。あのハートとか取れんのやない。めっちゃ難しくない？あー、取れた。ハートのかけらを手に入れた。今集めたかけらは2個。あと2個で体力アップ。とりあえずね、体力アップの前に回復も大事やけん。ここかな？違うかな？ね、なんか蝶々おるよ、蝶々。あれ捕まえれるやつかな？ちょっと待って。空の瓶、空の瓶。空き瓶をセットしておいて、捕まえれるかな、これ。え？蝶々消えた？逃げないでくれ。めっちゃ逃げるやん。全然捕まえれる気がせん。もういいよ。あ、なんか上に出てきた。ことは、危険。なんかどっかから飛んできた。怖い怖い。こんな低、あ、あれか？豆屋。ぽくない？ぽくないね。ここに植えるってことかな？え、すぐそこやん、植えるの。新鮮な泉の水を、泉の水をお持ち帰りください。あ。泉の水持って帰ろ。泉の水を瓶に入れた。水を欲しがっているものに C で使ってみよう。よしよし。あの蝶は捕まえれんやつか。君だね。あの、おや、ポリポリ。久しぶりのお客さんだな。魔法のままいるか？水をやったらすぐに葉っぱが生えるんだな、これが。試しに1個あげるから、柔らかい土のところで使ってみて、気に入ったら買いに来るんだな。
魔法の豆を手に入れた。柔らかい土を探して C で撒く。何が起こるかお楽しみ。いつ植えてもいいけれど、水をかけないと葉っぱは生えてこないんだな、これが。これもそのままこれ持っていけばいいんじゃないの？ダメなの？あーでもなんかあれか、お試し用ってことで使えん感じになっとんかな。そういうことじゃない？わからん。とりあえずじゃあ一旦セットして、んでここで、ん？使えない。これでいいんか。ふわっとした土が盛られている。え、どうやって使うの？使えなくない？え、全然使えないんですけど。ん？どういうこと？え、使えないよ。どうやって使うの？これ。ますよね。え、ここ柔らかい土やろ？ C で巻きたいんだけど。え、負けねえ。デクナッツの姿じゃダメとかそんなことないよね。え、そんなことあるの？え、なんでデクナッツじゃ植えれないの？意味がわからないんだけど。はい、お水。うわ。待って、下ろして。先に買いたい。なんか外に出ていきそうな気がする。魔法の豆気に入って買いに来てくれただか？1個10ルピー買います。はい。何食ってんの、さっきから。魔法の豆を手に入れた。柔らかい土を探して C で撒く。何が起こるかお楽しみに。いつ植えてもいいけれど、水をかけないと葉っぱは生えてこないんだな、これが。了解です。あ、水も一回汲んどかんといかんね。危ない危ない。汲んどきまーす。はい、オッケー。泉の瓶。泉の瓶じゃない、泉の水。ほ。よし、行くか。多分出ていくんじゃないかな、これで。え、なんか真上だけに上がっていくんかと思ったら、え、もしかしてここをさまようだけ？え、そういうこと？出せよ、外に。まあここに戻ってきたんだけど、え、どこだ？外に出るのはどこだ？こっちか。出口はどこでしょうか？まあ見つかって追い出されるのが一番手っ取り早い気はするけど。でもなんかなんとなく自分で戻りたい。こっちやんな。あ、ここや、ここ。イエーイ、無事。私無事。で、どこに植えればいいって？ねえ、どこに植えればいいって？私こっちなんかな。デクナッツのみ使用していいみたいなんよったよね。ここのことやろ。この先城の裏庭、あ、ですねですね。おう、こっちに向かえばいいわけだね。よっ、え、城の裏庭に柔らかい部分があるって言ったんやっけ。これかぽいよね、ぽいよね。よし、そして水を。これでオッケー。
イエーイ。でどこに降りればいい、あこれか、これだな、うっしょこれだ。でここは一体どこなんだい。えなんか嫌な音がする。違う、下ろせ。ここはさ、あれじゃない、デクナッツじゃないといけんくない？うん。で、どこに行けばいいんやろ。とりあえず、あれか。あそこに移ればいいってことかな。え、いけねえ。いけねえんだって。あ、いけるいける。降りたい。よっしゃー、来たー。え、来たけどこれどうするの。え、これでどうするんだ。結局さ、あれじゃない。え、なんかあっち、いや違うな、石よなあれ。どこに行くんやろこれ。ねえ、何すればいいのこれ。へへへへへ。あ、あっち側に行けるってことかな。ほうほうほう。あぶねえ、落ちるところやった。おっしゃおっしゃおっしゃ。じゃ一旦ここで降りようや。またこの狭い範囲で。分かったかも。あ、なんか潜る長押しでポフって言ってから離せばいいんやな、きっと。待って待って待って、落ちる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 。めっちゃ危なかった。ああ、クソ、割られた。よっしゃ、いいぞいいぞ。で多分あっちに行けばいいんやな。ほら、うわー、なんかやっとコツつかんだわ。やべえな、もう次からはあれや、百発百中でいけるわ。ほら、ホフ。でここやろ、もうやっとよ。でここで調子になってくるくる回転して落ちるとかやったら最悪よね。よいしょ、やったー、満タン。無駄に打ってしまった。まあ今満タンやけんね。でここが檻の中か。なんかめっちゃ揺れてるんですけど、なになに、何が揺れてんの。で、とりあえず一旦あっちに飛ぶ。やったー、もう飛ぶのめっちゃ簡単。今更ながら。一発は無駄にしてしまうな。え、どこ結局行くの。思ってた感じとは違うんですが、なんか。あそこがもうゴールやと思っとったぞ私。待って待って、落ちる落ちる落ちる、危険危険。待って、体力が危ねえ。え、違う、潜らせて。体力が危ういんですが。で、なんかこっちの方向ね、ここね。で、どこ行くの次。え、どこに行けばいいんだこれで。
え、どこに行くんだろうか、これ。あの上か？いや、でもあの上とか言われてもえ？あの上とか言われてもね。え、次どこ行くの私。行く場所がわからないんだけども。あ、あの時に移れってこと？そういうことやね。上になんかちょっと上がる時があるけん、その時に移るんや。わかったわかったわかった、オッケー。よし、おっしゃ、来たぜ。お、デック王の間ってことは、ほら来たよ来たよ来たよよっ。オイラを捕まえたって姫は戻ってこないって、何度言ったらわかるんだよ。ぼやぼやしてたら姫は化け物の餌食になっちゃうよ。なんでオイラの言うこと信じてくれないんだ。もういいよ、わかった。お前らにはもう何も言うことないよ。さっさとお仕置きでも何でもしてくれよ。え？デクナッツに話すことなんてもうないよ。好きにしてくれ。お、お前どこから入ってきたんだ。し、あいつらにバレたら捕まっちまうぞ。まあ今はもうすでに檻の中にいるんだけどね何？オイラの兄弟に頼まれた？くぅ、すまねえ。とりあえずこのロープを切ってくれ。話はそれからだ。どうやって切ればいい、それ。やっぱりダメか。それならお前、遠くまでよく響く楽器持ってないか。オカリナね。持ってたらオイラに見せてくれ。ほうほう、いいっすよ別に。時のオカリナ。ダメだ、そんな小さな楽器じゃ遠くまで響かないよ。そうなの？でもエポナの歌とか弾いたら結構エポな遠くから飛んでくるけど今は、今回のこのゲームではまだね、現れてないけど。え、そのうち現れるんかな。他にない？他にないよ。楽器やろ？ないよ他に。楽器なんかないやろ？ないっすよ。え、何があるの？これしかないって。持っていたら見せてくれ。どうしても必要なんだ、遠くまでよく響く楽器が。他ってなんすかわからねえ。どこかで何かゲットできるのか。じゃあ、ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、なんか揺れが結構大きくなってきたけん、そろそろちょっと月がめちゃくちゃ接近しとんかなって思うけんね、時間をちらちら気にして、また、世界が終わりそうになったら時間を戻さんといかんね。まあ、初日からってなっても、もうだいぶやり方分かってきたけん、またこの沼にやってくればいいんやろ